朝起きたら腰が痛い。食後はお腹が張ってしまう。たまに便秘だし、気づいたら背中がいつも丸い。そういった悩み抱えてませんか？これ実は腹筋と背筋のバランスの崩れによるんです。例えばヨガポーズのように反ることばかりをしてしまうと、どんどん反り腰が悪化したり、お腹引っ込めたいからといって腹筋ばかり頑張っても思うようにバランスが取れないんです。今回はお腹のストレッチと筋トレ、背筋のストレッチと筋トレ、この4つをバランスよく使うことで1回でもお腹周りがスッキリするんです。まずは簡単なチェックをしてみましょう。今座ってる状態でかがんだり胸を張ったり、違和感がどのくらいありますか？やっぱり反るのが結構きついと思います。その場合、骨盤が前傾してしまって体が反れない、そしてお腹に力が入ってないから丸まるのは簡単、これがシャキッとしてきますんで、やっていきましょう。まずは仰向けに寝た状態で両膝を抱えてキープしてください。まずはちょっと腰回りを伸ばしていきましょう。やっぱりね、鍛えるだけではなかなか変わらない、ストレッチだけでもなかなか変わらないんですね。筋肉のバランスっていうのがやっぱり大事ですから、こういったねウォーミングアップもちゃんとやっていきましょう。いいですよ、マイペースでいいですよ。ちょっとお尻もね一緒に持ち上げるイメージで、はい、 OK です。じゃあ今度はですね、足を組みましょう。そしたら足を両手で持ってですね、ちょっと体を起こしましょう。手の力で起こしていいです。これでキープ、ちょっとだけね腹筋を使ってます。自分でずっと起きておくのはめっちゃ辛いですが、ちょっと支えがあればねちょっとできると思います。すねが難しいボールはこの膝でもいいです。ちょっとこの状態でぐーっとねお腹に少し力が入ってる状態です。これでキープですね。息を止めないようにですね。よっしゃ。今度は反対の足ですね。同じように。持ったまま起き上がってみましょう。ちゃんとやっていけばね、変わってきますからね。一緒にいきますよ。はい、これでキープです。結構足もね、辛いですよね。引っ張る代わりに足を耐えてますからね。ちょっと中の中力できれば息をふーっと吐きながらですね、お腹を引っ込めていいですね。結構手の力入れてても腹筋ちゃんと使ってますからね。よし、はい、 OK。 じゃあ今度うつ伏せになりましょう。そしたらね、手を脇の下について体を伸ばしましょう。これでキープです。今度はお腹周りを伸ばしていきます。その代わり腰をねちょっと鍛えてるイメージです。このバランスがねやっぱり大事ですからね。逆に反り腰の人はねやっぱり反る回数を減らして丸まる回数を増やすことがね大事ですね。ゆっくりゆっくりやっていきましょう。よし、オッケー。で、今度は手で床を少し押しながら上半身を起こしてみましょう。これで背中の筋肉を使ってます。ぐーっと吐きながらですね、結構ね手の力で床を押しても結構背筋使ってますからね。止まっとけれたらいいんですけど腕が辛いですよね。なのでたまにね降りてやってみましょう。よし、 OK。 じゃあもう一回上向いてください。今度止まったままじゃなくて動いていきます。万歳から膝をタッチ、息吐きながら腹筋です。ちょっと戻るときをねゆっくり戻る感じです。起きるときは一気に、
戻るときは止まるぐらいの気持ちで。ちゃんとね、腹筋背筋の板を作りましょう。オッケー。ちょっと休んでもう一回いきますよ。今ちょっとお腹をね、休憩なんでさすってください。疲労感をね、ちょっと飛ばしてください。よっしゃ、いきますよ。ぐっ、ゆっくりね、自然に起き上がれたらいいですね。理想ですね。これがね、こんな感じで動いちゃうとか、こんな感じで足が動いちゃうとかはね、やっぱりちょっと練習がまだいりますね。ゆっくりいきましょう。はい、OK。 はい、じゃあもう一回うつ伏せになりましょう。今度は右手と左足を上げます。左手と右足交互に動いていきます。これでね、体の後ろ側全部鍛えることができてます。ちょっと床をね、押しながら上半身を起こしてもいいですよ。あんまりやらないメニューとかがね、やっぱりいいですからね。頑張って、その調子。よし、オッケー。そしたら今度四つん這いです。このままで手足開いて腰を落とす、丸める。これを繰り返していきます。腹筋に力入れる、力を全部抜く。それを繰り返してます。これでね、骨盤を起こす意識、起こす柔軟性ができてきますからね。腹筋が鍛えられてくるとね、板が強くなりますからね。ゆっくりでいいですよ。よし、次は横にね、動かしていきます。あんまり体がね、動かないように、その場でできるだけお尻をフリフリしてみてください。お腹の横使います。ちょっと動きがね、難しいぞって思うかもしれませんが、できてくると体は変わります。そうです、そうです、いいですよ。慣れてくるとお尻があんまり横に動かないようにね、小さく動くように。 OK。 今の合わせます。今度円を描きながら横に動かすのと上下に動かすのを組み合わせます。同じ方向ばっかりいきましょう。ちょっと動きに集中がいりますよね。この股関節周り、骨盤周りはすごい重要ですからね。上半身と下半身をつないでくれてますから。前後はいけるけど横が難しいよとかありますよね。横だけをね、ちょっと意識したらうまく回ると思います。いきましょう。だんだんとね、腹筋を使う、骨盤を前後に動かすっていう調整ができてきますからね。よし、あ、ちょっと、よっしゃ、 OK。 さあ、では楽に座ってみましょう。最終チェックです。胸を張ってね、丸まって、どうですか。ち
ちょっと胸が張りやすい。前に傾くとね、お腹に力が入る。そういった感覚がないです。これで今ね、膝が少し強くなってるっていう感じ。もしね、ビフォーアフター、ちょっと変わったよって方は、グッドボタンやコメントで教えてください。ちょっと待って。現在期間限定で、説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座、13カリキュラム、反り腰解消美脚講座、18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、この全てをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か、関連の動画、どっちか1本頑張ってみて、登録してない人は、チャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には、部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで、1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。